はい、どうも、ソンマです。いやー、今日から、エルデンリング、やっていきたいと思います。もう完全ガチ初見、やからなー、何があるかちょっと、わからへんけど。一応ね、ソウルシリーズは前作、プレイ済みやから、だいたいどういう感じなんかはわかるはず、やから。いやー、すごいドキドキしてるわ、緊張してるわ。まあ、でも、なんか、あれやろ？聞いた話によると、キャラメイクがめっちゃできるらしくてな。そこで多分俺3時間ぐらい止まるやろ。だからまあそこはカットするやろうけど。いやー、楽しみやな。やっていきましょう。おー、放浪騎士、ん？放浪騎士、剣士、勇者。盗っ人、星見、預言者。侍おるやん。え？囚人、密偵、スカンピン。ちょ待って。ちょ待って、スカンピンやばいな。侍、侍ええな。いや、あのね、ガチ初見でやっていきたいから、事前情報とか下調べとか一切、もうしやんとこかなと思って。ちょっと悩むな。騎士やな。体型 A タイプ、B タイプ。B タイプやな。うん。なんとかできました。こんな感じになりました。はい。よっしゃあ、行こうか。やっと行こうか。このキャラクターでゲームを始めます。よろしいですよ。イエス。そう。おう。落ちた葉が伝えている。ん？偉大なるエルデンリングは砕けた。なんか砕けるようなものなのか？霧の彼方、彼らの故郷、狭間の地で。ん？永遠の女王、マリカは隠れ。黒き刃の陰謀の夜。黄金のゴッドウィンが最初に死んだ。マリカのコタル、デミゴッドたちはエルデンリングの破片を得。その力に歪み、狂い。破砕戦争を起こし、王なき戦いの末に、でか、大いなる意志に見放された。もう、だからこそ、ハセビトよ。未だ死にきれぬ死者たちよ。遠い昔に亡くした祝福が、彼らを呼ぶ。我らを呼ぶ。バンチの王、ホーラルー。輝ける金仮面。思念の乙女フィア。忌まわしきクソぐらい。百地鏡ギデオン
ギデオン・オーフニール。なんか、クソぐらい、太陽の鎧着てなかったわ。マジっすか。そして、失われた祝福はまた、もたらされる。まだ名もなき長谷人のもとに。霧の彼方に向かい、狭間の地に至り。エルデンリングに見えよ。そして、エルデの王となるがよい。おお、始まった。ジャンプできるやん。え、ダッシュないやん。ほう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 。エルデの王におなりください。たとえ導きが壊れていても。アクションの切り替え。ああ。ハセビトの老子。ほうほうほう。開く。おお、おお、王を待つ礼拝堂。なんかないんか。金目のもんねえのか。あ、マルガローリングね。おお、閉ざされてんのね。なんかあったな、今な。階段か。あ、しゃがんでる。すげえ。しゃがめるんだね。今回ね。暗いね。なんもなさそうやな。先を急ぐか。これ装備変えれたりしないのも。装備メニューでは武器やボルト、防具、タリスマン。おー。あ、三つね。了解。オッケーオッケー。まだどすんなの。オッケーオッケー。チューロリー確保。おおおお。これジャンプで登れたり？おお、すげえ。ジャンプで移動できるのすげえ。な、あ、切れないんだ。わあ、すげえ。なんか今までのダークソウルと全然違うね。グラフィックもそうやしね、操作性もちょっと変わってるな。なんもねえのか。お、これさっき言ってたあれじゃないの。なんか、言ってたやつじゃないの。名前覚えてないわ。お、敵が来たか？おー。継ぎ木の貴公子。おい、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 
か、おいおいおい、なんじゃなんじゃ、なんじゃなんじゃ。急にそんな、急にそんな連続攻撃してもらっちゃ困りますよ。びっくりしたじゃないですか。危ない。死んでない。死んでない。まだ死んでない。わあ、死にいべ？びっくりした。もう、びっくりしたなあ。なんじゃなんじゃ。うま。うま？大丈夫よ、トレント。まだ助けられるわ。ほう、やっと見つけたのだから。この人はきっとエルデンリングを求める。黄金律を外れても。世界観がまだちょっとつかめてないからよくわかんねえな。どういうこと？しずくの聖杯瓶。はい。青しずくの聖杯瓶。あ、これが、あれか。体力と、魔力？的な？的な感じの、あれか？なるほどね。今回は聖杯なわけなんだな。はいはい。お、なんかおる。この下、学びの洞窟。ほんとか？ここから、飛ぶのか？まあ待て、まあ待て。全部行ってからだわ。すげえ、めっちゃ光ってるやん。うおぉ、弾かれたし。開けれる？開くな。開くんやけど、さっきの学びの洞窟がちょっと気になるから行ってみるか。なんか上あるしな。これジャンプできるやつ？あ、あ、あ。え？行かれへんのちゃん、これ。え、行ってみよう。ああ、ダメージは食らうけどね。うんうん、アイテムの使用は変わってなさそう。祝福で休むことで、HP、FP、除体状などがすべて回復し、聖杯瓶も補充される。ああ、祝福っていうのがあれか。そういうことね。
おーね。そういうことね。オッケーオッケー。理解理解。理解したよ。時間を潰す？こんなんあんの？へぇ。聖杯瓶。使用回数を増やす、回復量を高める。振り分け。記憶、魔法ね。うん、はい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 。あ、黄金の種子ってこれでいけるんだ。はぁ、あ、はぁ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 。あー、じゃあ増やそう増やそう。オッケーオッケー、やったやった。足りないってよ。1個しかもらってねえのか。あ、でもこれで4個、4回回復できるようになったってことね。敵か、あれ。あ、敵だな。バクスター？バクスター。今回の敵は何になるんだ、これな。あー、痛い！パリ決めたい。パリ。おー、パリ。音がかっこいいね。はいはい。左手の武器。あ、ガードね。はい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 。はいはいはい。あ、両手持ちとかないのか？あ、両手持ちはないのかな？はい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 。攻撃のタイミング合わねえな。ああ、これね。強攻撃。おー。ええな。ソウルみたいなのが溜まっていってるな、やっぱり。今回もそういう感じやな。あ、ジャンプね。あ、学びの洞窟ってチュートリアルってことか。そういうことか。おーおーおー。なるほどね。オッケーオッケー。あれも敵か。ん？待って待って待って。右手武器切り替え、左手武器切り替え。同時押し。ああ。待て待て。え？ああ。おお、ちょっと操作むずない。うんうんうん。オッケーオッケー。簡単にシュッシュってやるにはもうちょっと慣れが必要っぽいな。オッケーじゃん。ターゲットの変更ね。オッケー。だんだん分かってきたぞ。最初のうちこの、とっさのローリングが罰でジャンプしてしまいそうやな、俺。亡者ではないのか？これは。何なんだろうな、この敵。亡者扱いやろうけどな。戦技？はい。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。はい。ん？ん？ L2 って書いてたよな。お？戦技って両手持ちにすなあかんとかか？これか。これっぽいな。ちゃうやないかい。あ、今のか。
ああ、しゃがみね。わかるやろ、普通。あの距離まで行ったらわかるやろ。結構、効果あるな。なるほど、なるほど。体勢を崩す。ジャンプ攻撃ね。はいはいはい。おー。あ、で、これで致命が狙えるわけや。はぁ、あ、はぁはぁ、なるほどね。マリカのくさび。ああ、チェックポイント的な？チェックポイント的な扱いか。霧の中に入る。お、ボス？ゴドリックの軍兵。え？ガードカウンター。ガードした直後にカウンター攻撃ができる。はいはい。ああね。了解じゃ。おいおい、タイミングずらしてくんなよ、お前。おー。なるほど。結構遅くても大丈夫やな。ガバっても大丈夫やな。なるほど。あれ？あ、あっこなんかある？なんかあるかな？なんか、敵の攻撃がさ、一手遅れてくるような感じやわ、すごい。あ、上か、戻ってきたんか。あーね。ぐっ。あ、ジェスチャーね。はいはい。オッケー。で、チュートリアルは今終わりましたよ、というわけですね。お、祝福か。触れとこうぜ。休んどこうぜ。オッケー。これレベルアップはどこでするんや？あれか？なにこれ？キリパールン。調べる。石剣の鍵は持ってないんちゃうか？持ってないよな。おー、レベルアップは？ステータス。自分のレベル能力値、基礎力。はい。いや、レベルアップがしたいんですけども。いや、できないんですかね。多分まだできないんでしょうね。指切り。戻る。ハセビトの鍵指。ああ、サインね。もうないか。待って、アイテムいっぱいもらったな。ハルバード持ってるやん。ハルバードの方がええやんな。そりゃ。おう、ハルバードにしようぜ。あ、装備してたから重たいに違うん、これ、やっぱり。これじゃあつけても大丈夫やろ。ほらほら、やっぱり。よし。ん？あ、これね。上上がるんや、俺下下がるんや思っとったよ。はい。
なんかでもあれやな、まだ理不尽さがないな。まあさ、チュートリアルやからな、まだないか。おー、広い。広い、黄色い。ディムグレイブ。はい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 。あれは全部敵か？あ、なんかおるやん。地図では、自分の現在地、地形、建築物。地図断面。ああ。ああね。え？え？オープンワールド？もしかして。え、めっちゃ広いやん。ほん、っていうことは。すげえ。あなたはハセビトですね。そしてエルデンリングを求めこの狭間の地にやってきた。わかりますよ。そうでしょうとも。ですが悲しいかな。あなたは巫女なしです。巫女なし。導きも知らず、ルーンの力を得ることもできず、円卓に招かれることもない。ただ、名もなく死んでいくでしょう。なんやねん、お前、そんな、何？殺すぞ、お前。ただ、たとえあなたが巫女なしでも、一つだけ希望があります。この私、バレエに出会えたことです。祝福をご存知ですか？あなたたちハセビトに休息を与える黄金の灯火を。その灯火から光の筋が生じ、ある方向を指すことがあります。それこそが祝福の導き。ハセビトが進むべき道なのです。はあ。ハセビトがどこに向かうべきなのか。あるいはどこで死ぬべきなのか。お前、ちょこちょこ煽ってくんな。人導きは指し示すと思いますよ。あの断崖の城、ストームビル。あれか。あれは老怪のデミゴット。あ、次、ギノ、ゴドリック。貴公子のあれか。違いします。ああ、なんか、売ってくれるんかなって、商人かなと思ったけど、全然違ったね。オッケーオッケー。祝福は本来、進むべき道を指し示すものである。はいはいはい。教えてくれる。あーね。こういう感じで、教えてくれるわけや。あ、ここら辺来なさいよ、言うて。なるほど。はーい。というわけでね、今回、初見やからな、もうグダ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 っとなるけど。オープンワールドやからな、めっちゃ長いことやるんちゃうかなって思うんやけどな。いやー、まだね、そんな理不尽さ味わってないからね、これから先が楽しみです。はい、それではここまでご視聴してくださった皆様ありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。ほなね。あー、広すぎるやろ。本当に、どうなっちゃう、何？びっくりするやん。